では蛇城へ向かうとするか。ホムラ、元気でやっているようだな。鈴音先生、どうしてここに？道元を止めるつもりなのか。奴は学園祭を名目に戦争を始めるつもりです。しかし、そうだ、奴は忍び同士の戦いで流れる血を利用して、そして呼び出した妖魔を金儲けの道具にする気なんですね。ああ、よくそこまで調べたな。妖魔を倒すことが私の道ならば、妖魔を利用する道元も。そうか、お前は自分の道を見つけたんだな。ならば私の決意も聞いてもらおう。決意ですか？そうだ、すでに私の大事な人には伝えてきた。大事な人？うん。再びここを訪れることになるとは。悪人が半蔵に何用だ？ウヌの気配、ただものでなし。我の拳を交わしたか。私は戦いに来たのではない。何用でも構わん。まずはウネの力。ならば毒と味わってもらおう。熱風大車輪。なんだと、その技は。やはり生きて帰ってきたか、リンさん。大道寺なの？キリア先生に会いに来たのだな。ええ、どうしても伝えなくちゃいけないことがあるの。そうか、ならばまずは先生との型をつけるがいい。我との決着はその後で心ゆくまでやろうではないか。リン、よく帰ってきた。長らくご心配をかけました。いや、謝るのは俺の方だ。全てはお前の卒業試験の時に。私を手助けしたことですね。知っていたのか。キリア先生が半蔵様に打ち明けているのを偶然聞いてしまったのです。そうだったのか。正直少し悔しかったですが。その結果お前は
妖魔討伐という無謀な任務についてしまった。リン、すまなかった。キリア先生、甘さとは悪いことなのでしょうか。私も教師となり、生徒をもって初めてキリア先生の気持ちが分かりました。厳しさも甘さも真剣に生徒のことを思うがゆえに生まれる感情なのだと。私は心から感謝しております。キリア先生の甘さ、いや優しさに。リン、俺の方こそ礼を言わせてくれ。そして今日ここに来たのはキリア先生に伝えたかったことがあるからです。私は蛇女子学園を辞めるつもりです。そして妖魔との戦いに参戦します。世界に平和を。ラブ&ピース。私は蛇女を辞めて妖魔との戦いに参戦する。わかりました。いつか私の道とも重なる時が来るかもしれませんね。ホムラよ、道元を止めるのなら雅と戦うことは避けられん。ええ、ホムラもミヤビも私にとっては教え子だ。だからどちらにも肩入れはしない。ただ勝ち残ってきた者とは妖魔を倒すために共に行動したいと思っている。わかりました。それでこそ鈴音先生です。お前たちの戦いしかと見届けさせてもらう。ではさらばだ。他のみんなにもよろしく伝えてくれ。鈴音先生、よし、みんなを連れて蛇女に向かおう。久々の蛇女だな。ここまで再建したとはびっくりね。私たちがいた頃とほとんど変わらないじゃない。見た目は元通りになっても内情がひどくなっては仕方ありません。まったくその通りだ。妖魔を戦争飛ばしますわ。悪の誇りを舞い掲げる。いざ、ブレンドごとく舞い散れ。はぁ、どうして死んじゃったのよ。お姉ちゃん、こ
さんは忍びだったのですか。お姉ちゃんがいないと興味は寂しくて寂しくて。シャキッとしなさい劉備さん。あなたも忍びならお姉さんの思いを引き継ぐことを考えなさい。お姉ちゃんの思い。あなたがお姉さんの代わりに立派な忍びになる。そうすればいつまでもあなたの心にお姉さんは生き続けるはずです。お姉ちゃんが生き続ける。頭が割れるように痛い。これは道元の洗脳が解けるのでしょうか。上出来ですわ。これも日々の修行の成果です。ホムラさん、先に行ってや。分かった、頼むぞ日陰。よう、イムさん。わしの相手はあんたよね。ほな戦おっか。どないしたん日陰。やっぱりお前は変わったよ。前はどれだけ僕が挑発しても今は自ら戦おうとしている。まあ今は戦う理由がわしにもあるからな。さすがに無関心じゃいられんよ。戦う理由？それはなんだ。仲間と一緒にいたい。わしの戦う理由はただそれだけや。そんな理由で自らの命を捨てるか。別に命を捨てようとは思ってないで。わしは死にたくないし。所詮はその程度の覚悟か。僕は命など惜しくない。道元様のためならこの命をいくらでも捨ててやる。道元のためにね。それがあんたの戦う理由なんか。当然だ。そっか、わしの戦う理由が一つ増えたわ。は？なんだそれは。思いっきりぶん殴ってアホの目を覚ましてやる。アホ？それは誰のことだ。決まってるやろ、イムさん。あんたのことや。日陰、舞順じり、任務開始。と、いや、誇りを舞い掲げよう。いざ、紅蓮のごとく舞い散れ。
相手にならへんわ。僕が負けるなんて。どうや、ちっとは目が覚めたか。お前を変えたのは仲間の存在か。ああそうや、あの人たちと一緒におるとなんとも刺激的な毎日を送れるからね。それを守るためならわしだって変わる。変わってみせる。前のお前は冷たい目をして敵に容赦のない奴だった。恐ろしい奴だと思った。それが今じゃ仲間思いの忍びと来たもんだ。笑いたければ笑えばええやん。だが今の方が以前のお前よりもずっと強い。僕が負けた理由がなんとなく分かったよ。そうか、それならよかった。どないしたん。頭が割れるように痛い。道元の洗脳が解けるんやろうか。何なんだこの痛みは。いや、この洗脳は簡単に解けるものではなさそうや。おそらく道元を倒さない限りイムさんたちは元には戻らんはずや。となると頼みの綱は穂村さんや。ほんま、任せたで。評価もろた。まあまあひらめいたで。ホムラ、先に行って。ここ分かった。未来、気をつけろよ。それじゃ始めるわよ。またあなたですか。相変わらずテンション低いわね。もうちょっと元気出したらどうなの。私のことは放っておいてください。どうせあなたも私に興味なんかないと思いますし。そうはいかないのよ。あなたの洗脳を解かないとはいろいろと面倒なことになるんだから。はあ、早く道元様を守って家に帰りたい。いつものペースなら絶対今日は忍びの家のラプンツェルの更新があるはずだし。ちょっと待って、忍びの家のラプンツェルって言ったの。はい、まさかとは思うけど、一応念のために聞いておくわね。はい。あなたキュートアンダーバーヒッキー。どうしてそれを。驚いたわ、ネット上でのキャラと全然違うじゃない。なんでどうして私のことを知っているんですか。それは私が。まさかクラッカーなんですか。そうなんですね。きっとそうなんだ。私の楽しみを奪っていくんだ。違うって言ってるじゃない。話を聞いてよ。私の秘密を知っている者は生かしてはいけません。死んでもらいます。少し落ち着いてもらう必要がある。Yeah.
炎を倒してみんなの洗脳を解いてくれれば。